アメリカの中央銀行にあたる FRB ・連邦準備制度理事会は、1994年以来最大となる0.75%の利上げに踏み切りました。FRB の連邦公開市場委員会は、先ほど、記録的なインフレの抑制に向けて、政策金利を通常の3倍となる0.75%引き上げると発表しました。 これにより、政策金利の水準は1.50%から1.75%となります。FRB は先月にも0.5%の大幅利上げを決定しましたが、5月の消費者物価指数が40年ぶりの高い伸びとなり、さらなる利上げに踏み切った形です。